皆さん、こんにちは。さて、冬アニメとして我々を楽しませてくれた週末のハーレムですが、最終回の終わり方がかなり中途半端だったこともあり、先の展開が気になったので、原作を全部読んできました。もちろん、詳細を話すのは難しいですが、簡単に流れと感想だけ語っておこうと思います。原作未読でアニメの続きが気になっている方は、コミックス購入の参考にしてください。まずストーリーですが、アニメ最終回時点で原作の後半まですでに入っている状態となっています。以降も基本的にアニメ内と役割は変わらず、主人公のレイトは特効薬作りに右往左往し、翔太様は相変わらずの無双っぷりです。さすがだぜ。ちなみに、やはり人気キャラだからなのか、翔太パートではアキラちゃんの出番が気持ち多かった気がしますね。教授に至っては、メイティングにも飽きが来たのか、普通にいいやつのポジションに落ち着きました。また、アニメではバッサリとカットされていましたが、第4の男が目覚めます。どのようなポジションに落ち着くのか気になるところでしたが、主にこんな感じです。かと思いきや、急に髪が降臨して、スーパーサイヤ人みたいになったりして、いまいちよくわからない立ち位置の人です。しかし、彼のパートでは、原作でも人気の高いセクシーな人妻キャラが登場するので、気になる方はチェックしてくださいね。さて、次にストーリーの内訳ですが、個人的な体感としては、シリアス8割、お色気2割といった感じでした。基本的にお色気は翔太様ばかりで、それ以外はメインストーリーの展開がほとんどですね。ちなみに、レイトは相変わらずモテモテではあるものの、謎の鉄壁さは健在でした。しかし、ストーリー後半のエリサちゃんとの愛が成就するところは、さすがに主人公の面目役所です。本作は賛否両論ありますが、ここは素直に良かったと思います。しかし、そんな感動も、つかの間、神が乗り移ったおっさんがちょいちょい登場して、我々の感動をなかったことにします。そして、最終回の締めは、やはり、我らが、翔太様とカレンちゃんが締めます。もう、この二人が主人公でいいんじゃないかな。ここで、本作は第一部終了となり、ここから、次回作のアフターワールドに続きます。こちらも現時点で出ているところまでは読みましたが、また、別の機会に紹介しますね。本作の感想としては、メインストーリー自体も悪くはなかったのですが、やはり、本作は、魅力的な女性キャラが見せどころの作品だと思うので、もうちょっと、そっち方向に舵を切ってもよかったのではないかと思います。画力自体は非常に高いので、現在連載中の続編では、もっと、そっち方向の描写も増やしてくれることに期待しつつ、続きを読んでいこうと思います。それでは、今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いいたしましょう。